やっぱり性能のいいモデルは値崩れしないね。中古でもこの値段。おお、これなら買えるね。えってこれメイドロボじゃん。バカ野郎、誰がスポーツロボを買っていいと言った。これスポーツロボじゃなくてメイドロボじゃないのか。日本製だな。メイドインジャパン、なんちって。ともかくすぐに返してこい。だけどこのあずさがいないと野球部は8人で廃部になっちゃうんだよ。人数合わせのためにもスポーツロボは必要なんだよ、じいちゃん。だからスポーツじゃなくてメイドロボだろ。あの予算で買えるのはこれしかなかったんです。たとえ廃部になろうともロボットなんぞに頼ろうとするお前たちのその根性は気に食わん。勝手にしろ。とりあえず動かしてみようぜ。はい。ノブラか。メインスイッチがここにあるんです。動いた。あ？いい？